教育法とは教育に関わる法の相対のことである。イギリスでは1870年に制定され、1944年に教育法が改定された。その後、1988年に大規模な改定が行われた。教育法学通説においては、教育法とは教育制度に特有な法論理の体系へと定義されてきた。ここで教育制度とは、 教育が行われていくのに必要な条件として社会的に整備されているべき仕組みである。この考え方の前提には教育という領域は教育内容面に関わる内的事項と施設の整備など教育が行われるために必要となる外的条件としての外的事項に分かれるという発想がある。そして内的事項つまり教育内容に対しては法律など 学校の外からの法的強制が行われてはならず、教育内容は現場の教師や学校が主体的に行うべきであるとされる。したがって、法律など学校の外から法的強制力を持って起立できるのは施設設備など外的事項に限定されることとなる。こうして、教育法とは教育制度に特有な法論理の体系というように定義されることとなる。 以上のような教育法は、さらに、三つに分類される。条件整備的教育法自主性用も的、教育法教育税制的教育法二本において、教育法の方言には、様々なものがあり、大きく憲法、条約、法令、礼期などが挙げられる。特に、教育に関わる法律や命令である、教育法令や、教育に関わる条例や規則である、教育礼期は、 教育の運営において第一に参照されることが多い。教育に関する法律として最も重要なのは教育基本法である。その他、学校教育法、地方教育行政法、教育公務員特例法、私立学校法、教育職員免許法、社会教育法などが重要である。ありがとうございます。